ここにスタッフ紹介ってあるんです。次、一人ずつちょっと皆さんに紹介していきたいなと思います。こちら小林愛先生。小林愛先生は今ちょっとお仕事と子育てと忙しいので、ちょっと講師活動はお休みされていますけれども、講師ナンバーね、1番の小林愛先生。こちらは、ボーイズが男の子3人のママです。今 PTA 活動とかで忙しくってちょっとお休みされてるんですけども、彼女は、私の弟のと、保育園の保護者つながりで、たまたま、私の弟が、私たちが出した本を彼女に、ポンとあげたらしくって、で、もうすぐに、この話は聞きたいっていうことで、すぐに連絡があって、何期生ですかね、5か6か、あの辺だったと思いますけど。そうそう、最初の方ですね、私から運動しました。うん。講座を受けられて、で、彼女が、これ講師になりたいって、まだ講師の、講師とかいうのを育てる気が私たちにないときに、これ講師になるような講座はないんですかって、彼女が言ってくれたことがきっかけで、ここへ見、講師が育つまでのカリキュラムができたという、こう働きかけてくれたような、そういう存在の彼女ですね。これが講師ナンバー1番の小林愛先生。彼女も複雑な、こう、幼少期を過ごしていることもあって、まあ、ブログなんか、見られると彼女がなぜここへ身をしたいと思ったかも、ね、子育てしながら悩んだこととかを、綴ってありますので、見られたらどうかなと思います。でこちら、山本明子先生。先生もう、うちのご近所で、いろいろね、こう細かいことまですごく配慮してくださって、もうなんていうかな、ちっちゃな手続きから何からかんからね、手伝ってくれてる彼女ですけれども、YouTube は、ご主人がこちらも IT 系なので、いろいろ手伝ってくださるというか、ね、技術的なわからないこととか、どうも教えてもらえるみたいで、YouTube 主任ということで、上手な YouTube に上げてくれると思います。で、あちこち、ブログももちろん書いてありますし、何か講座があるときには、どこにでもついてきてくださって、もう手弁当で、ね、交通費も出さないのに、延岡じゃ、岡山じゃ、自腹でついてきてくださったっていうような方です。で、次、こちらは、東南愛先生。あんまり、講座とか、まあ、ブログも書かれてないですし、皆さんあんまり知らないわっていう方も多いかもしれませんけど、彼女は、私のいとこの、お嫁さんです。で、こういう家に嫁いでしまった、びっくりなこととか、あったと思うんですけども、彼女は、事務局のスタッフとして、まあ私たちのわからんチングをしっかり束ねて、裏方でお手伝いしてくださってます。なんか出てきた、それから次、こちら、瀬脇先生。瀬脇先生は広島で、県外、福岡県外で、資格を取られた第1号なんですけども、当時、ズームとかね、なんか、こういう便利なものがない時代ですから、広島から足利しげく、福岡まで、ね。新幹線に乗って。交通費かけて、来て、子供もまだその頃、下の子は幼稚園に行ってるような時に、もう本当にここへ見ラブで駆けつけて、資格を取られたという彼女で、で私たちも何度か新幹線に乗って行きましたね。行きましたね。広島もね、最初の頃ね、何人か集めてもらって、だから広島の一期生になりますね。で、四つ葉のうちというを主催されていて、まあお料理も上手なんです。なんかたくさんレシピを私も彼女に習いましたけど、お料理教室をされたりとか、梅干し作って、梅干しも美味しいんですよ、クリスマスの。そうですね。大好きですよ、瀬脇先生。何にもこう、無添加で、それこそ、梅と、しそと、塩と、太陽と、風と、それだけが調味料っていう感じと、あと、瀬脇さんの愛と、そういう梅干しもね、作りも上手で、そういう梅干し講座とかもしてあります。すごく博学
ですよね、瀬尾先生は、うん、とってもよく勉強して、もうね、あのそういう方です。でこちら折萩先生、折萩優香先生、折萩優香先生面白いです。ね、で彼女はここあの私ねここに皆さんの漫画を描いてるんですけれども、ね開くこうすると大きくなるんですよ。でどうやって小さくなるのかな？小さくなる。あの。彼女は不妊で悩んでいて、うちを紹介されて来られました。で、あの、子供が欲しいからっていうことで来られて、あの、私その時にね、まあできる前でよかったねって言ったんです。できてからしようと思ったら、いろいろね、困ったこともあるかもしれないし、産んだ後に、わあ、もう一回お腹に戻したいっていう人もいるんだよって、なんかできる前でよかったねって言いながら、でも、ここへ身に出会ってから2年ぐらいかな、うん、2年ぐらいして、この度、ご解任で、今、1ヶ月かな、もう少しでね、あの、ここへ見てビにも、あの、出会えるんですけど、一生懸命、彼女の偉いところは、不妊治療も何もせず、ここへ見しかしなかったと、その、あの、漢方だとか、なんとか、いろいろやってたことを全部やめて、ここへ見しかしてなかったからよかったって言ってくれて、ここへ見をしっかり信じてやってくれて、で、ご解任されまして、ね、今、ここへ見ベビーを待ち望んで、で、それこそ体が整ってから子供ができたので、あの、つわりもなく、あの、想像妊娠の時がつわりがありましたとかいう面白いことを言ってますけど、そうやって、今ね、ここにはね、不妊で悩んでましたっていう漫画を書いてますけども、あの、今は、新しい誕、ね、子供誕生を待ちながら、あの、ここへみの知恵を生かしてね、元気に過ごしてるっていう状態です。つい先日も私のエクササイズ、ズームで大きいお腹で受けてくれる。そう、なんか、早く産んでガシガシやりたいエクササイズをやってますね。で、こちらはね、木下、こちらもね、ご近所さんですね。こちらは、エクササイズのが先ですね。ここへ見に出会う前に。うん。の生徒さんでしたね、うん。エクササイズに来られてて、で、そこから興味を持たれて、ここへ見を勉強されたんですけれども、まあ、漫画にも書いてますけど、ご主人がね、ちょっとこう体調が悪い時とか、まあ、お子さんも、ちょうどね、先生のところのお子さんと、はい、娘と同じです。同じ、あの、年頃の方が、子がいて、まあ、あの、子育てに役に立ったりとか、あの、家族の健康づくりにとても役に立てる、もう、あの、若いね、このぐらいの世代の方に私もぜひ知っていただきたいなって、もうね、何かがあって困るようになってからではなくって、そうならない知恵として、ここえみは伝えてるので、すごくね、あの、有望株です。ね、彼女が。ね、結構美しい。そう。心も体も美しい。そうそう。先生です。そう、そうです。あの、こちらとことこ先生が一応ビューティー部門ということで、ここへみビューティー部門と、オールド部門とかいろいろね、ヨロ部門とかね、いろいろ分かれつつ、ビューティー部門ですね。で、こちら、先生は会われたことない。先生は、ね、ないかも。この前。お会いしたことありますよ。東京で。あ、そうだ、東京で、東京の時に来られたね。そうそう、まだ講師になられてない時ですね、あの時。うん、あの白いブラックサンダーを持ってきてくれた。そうだ、そうだ。あの、北海道からラブコールを受けまして、私、北海道に行かせてもらって、ここへみもベーシックとアドバンスを、その日のうちにというか、その行った間に、ね、だから、もう何日かの間にアドバンスまで受けちゃったという、超スピード、講師になった、もう一番最短でしたよね。最短です。で、こちらは最短ですし、ここへみを実践して20キロ痩せたという、すごい。すごい。20キロ。で、まだ更新してるはずです。まだじゃあ、もう半年以上お会いしてないから、また綺麗になれちゃうんでしょう、ね。うん、まあ、そっからその、キログラムとしてはそんなに変わってないかもですけど、あの、普通20キロ痩せたらリバウンドしますよ。だけど、リバウンドせず、しかも、簡単にというか、
当たり前のことを当たり前にやって自然に痩せたっていうことで、それこそブログにも書いてありますし、北海道からラブコールをいただいて、ね、行かせていただいたっていう方です。ちょっとね、だから漫画は最初ちょっと大きめに書いてだんだん細く書きますで、こちらはね、愛知の、うん、愛知の荒川さん、荒川先生ね、荒川直美さんですけども、こちらは、ご縁はですね、私、友人がララカフェ会っていうカフェ会を開いていて、はい、その講座を、去年、一昨年になるのかな、一昨年の末に、健康講座を開きました。開いてお話し会をしたんですけども、そこに来られていたココエミ生、何期生かな、20期生ぐらいになると思うんですけど、ココエミ生の方がフェイスブックにアップされたんです。こんな講座がありましたって、はい、たら彼女とこちらがつながってあって、冷え取りさんのつながり でそんな先生がおられるならうちでもしてもらいたいわっていう、そのやり取りを私が見つけちゃったんですね。行きますよって言ってなんなら行きますよって言ってで、来てもらえるんですかって言って、名古屋行きますよって言って、私ももちろん、もうもちろん自腹ですし、行くんだったら伊勢参りでもしていこうかなみたいな、家族旅行とね兼ねて講座させてもらったらいいかなと思って、私一人で行く気だったら、織萩先生も、あ、彼女も自腹ですついてきてくれて名古屋に行ったんですけれども、その後でも織萩先生がやっぱり、ベーシックの講座を織萩先生が担当されて、だから、うん、やっぱり行くご縁があったというか、名古屋までねラップコールを受けて、親子講座と、ココエミの体験会みたいなことをお話しさせてもらって、で彼女も早かったですね。そこからもう講師になりたいっていうことで、ベーシックから、ね、アドバンスで、いや皆さんスピード感がすごいですね、なんかね、早い、乗ってくる人はみんなロケットに乗ってくる人早いもうね乗って、で福岡まで来て、それこそつい最近ですね、この前、1月に、大ミーティングをした時に、あ、そうですね、エクササイズの講師まで取られて、もうだから名古屋どうぞオファーしてください、もうすぐ講師がいますので、ね、昔は彼女たちはだから講師の交通費を払って名古屋で学ばれたんだけど、あの辺の名古屋、愛知近辺の中京地方の方はこの先生がいてくださることになります。はい、そしてこちら三好先生が、ね、こちらも、1月にこちらのね荒川先生と一緒に、エクササイズリーダーを取られまして、岡山です。岡山の、こちらも岡山からだいぶ来られましたよ。岡山から。で、広島の瀬明先生もおられるので、だいぶね、瀬明先生にお手伝いもいただきながら、岡山で講師が誕生してます。彼女は、それこそ、介護の仕事とかをされているので、また、で、自分自身の体と、ゆっくり向き合う方、もう研究熱心でね、でいろんなことを勉強してきて、そうね、それこそおとなしいタイプだったんですけれども、最近なんかこうね一皮むけて、少しずつなんかねテンションが上がってきた、あ、なんかね整うってこういうことだなって、皆さん講師の方を見てて、上がりすぎてる人はちょっと収まるし、ちょっとこうおとなしすぎる人はちょっと上がってくるという、こうバランスが取れてくるというか、ちょっとね最近キャラ変してます彼女は少しずつね、東京にも来てくれたし、ね、コツコツと頑張るタイプなんですけども、岡山あたりにも講師がいらっしゃいます。そして最新の、一番最新の、とうとう東京に講師が出ました。東京のミキさん、こちらのつながりは面白くって、ご主人の転勤で青森に住んであったそうなんですね。で、そうなん、体調が悪くって、とにかくブログなんか読んでたらこんなに体調が悪かったんだなと思うぐらい、何もできない自分も腹が立つし悔しいし、かといって体調が悪いしっていうような感じで、で、樹液シートをもともと知ってあって、風邪をひいた時にね、
樹液シートの効果的な貼り方ってどなたか書いてないかなって検索して私のブログに引っ越したというそういう講師なんです。で、樹液シートのことを書いているこの先生のブログは面白いと思って、それから全部読んで本を全部買って講師になりたいということで、さあ初めてお会いしたのは去年の10月に、それこそ私樹液シートの工場に見学に行ったんですよね、はい、でその時に樹液シートの工場に見学に行くのに、まあ手ぶらで行くのはもったいないから東京経由で行って、東京で私とお話し会したいっていう人いらっしゃいませんかっていうことでお声かけしたら、娘さんと一緒に私のこうお話し会に参加していただいたのが一番最初です。それからトントン拍子で、彼女も早かったです、講師になる。みんな大体こう、この辺スピードですね。この辺ちょっとのんびりした人だと思うんでしょう。で、それこそコロナがなければ、この春か、もうゴールデンウィークぐらいまでにエクササイズを受けたいって言ってるんで、言ってたんですけど、ちょっと今無理ですね。でも、いずれエクササイズのリーダーの資格も取られるでしょうから、そしたら東京ね、関東近辺もね、OK っていうところで、この後に続く人がね、今候補が何人かいらっしゃいます。延岡の方もいらっしゃるし、長崎もおられるし、あちこち、増えるかなっていうところです。今のところ、講師を振り返ってみました、はい、講師の振り返りコーナーでした。はい、ね、海外在住の方とかもぜひ応募してほしいなと私個人的に思って、うんうん、やっぱ東洋の知識って割と西洋の人たちにすごく人気なので、ね、なんかそういうところから広がるともっと面白いなと思ってる、うんうん、ね、あ、そうそう、今出した藤本美貴先生、東京の、あちらは、小学4年生ぐらいから大学卒業までイギリス在住だったので、もう当然英語はペラペラですので、海外担当もいらっしゃいますので、きっとイングリッシュで講座やってくれると思います。そうですね。